今回のミルチューブは横浜赤レンガ倉庫へ行きたい人が見るチューブです。みなとみらい線日本大通駅からスタートです。それではここから横浜赤レンガ倉庫までご案内しますので一緒に行きましょう。この動画は目的地まで徒歩で撮影しています。歩いたままの等倍速で再生しますのでおおよその距離感や見える風景が分かる動画になっています。早く目的地に着きたい方は再生速度を 1.5 倍、2倍に早めてご視聴ください。左に見えるのが神奈川県庁です。横浜開港資料館交差点です。この横断歩道を向こう側へ渡っていきます。象の花パークを通り抜けて赤レンガ倉庫へ向かっていきます。横浜赤レンガ倉庫に到着しました。赤レンガ倉庫の広場を散策してみようと思います。この動画が良かった方、一緒に赤レンガ倉庫まで来れた方、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。